航空自衛隊岐阜基地の航空祭は、自衛隊の活動を広く知ってもらおうと毎年開かれていて、今年はおよそ6万5000人が訪れました。異なる機体が同じスピードで体型を保ちながら飛行する異機種大編隊が披露されました。みんなスピード合わせて、ぶつかりもせずにあんなに綺麗に飛べて、やっぱすごい技術やなと。かっこよかった。やっぱ実際に見た方が迫力あっていいですね。航空自衛隊の70周年を記念して、赤と白の塗装が施された戦闘機 F-15 も展示され、訪れた人がカメラに収めていました。